食いしん坊。金鉱山来ました。こちらがのレストハウス展望台、昔なんか休憩所みたいな感じって聞いたんですけど、そっからのリニューアルして展望台だったそうで、入っていきましょう。すごい見晴らしがいいですけど、すごい標高というか、この辺ではだいぶ高い山になるのかなと思います、まあ、高い山だけにあのテレビ局の電波塔ですかね、そういうのがあってかなり迫力があるんですけど、廃墟感がすごいんですけど、すごい玉野市と岡山市に交わる、まあ、微妙な、ね、位置関係あるんですけど、この辺では多分一番大きな山かなと思います。標高の高い山かなと思います。冷たい風なんですけど、かなりだいぶ山の上ですね。
まあ、こっち側はね、あの岡山の南区北区が見えたりする中で、こっちはあの、まあ、玉野市とか、まあ、ずっと向こう行ったら、まあ、瀬戸大橋も見えますね。全然瀬戸大橋も見えたりとか、こちら側のウェストホースあとになりますけど、結構バリバリに壊されてゴミスポットになってます。で、多分こことか普通になんか昔は憩いの場所、場みたいな感じだったのかもしれない。先ほどの展望台よりちょっと下に降りた、1個ちょっと下に降りた、50メートルぐらい下に降りた、100メートルぐらいかな、降りたところにある、お地蔵さんなんですけど、なんかあのお寺って書いてます。お寺の関係のものだと思うんで、多分この下に何かあるのかもしれないです。ちょっと行ってみましょう。36年11月相当昔ですね。相当
古い建物、建物じゃなくてものだと思うんですけど、ものすごいゴミやな。